いやイオンモールってなんでこんなに広いんだろう。いや端から端まで歩いたら2駅分ぐらい歩いてんじゃないの。でも楽しいから来ちゃうんだよな。結局買っちゃってるしな。いやイオンモールはでも最高。でも疲れた。あれ、あ、俺この椅子大好き。いや俺この椅子大好きよ。イオンモールとかにあるこれなんて気持ちいいよ。これ最高。いやこれ本当これを売ってほしいよな。これ最高の気持ちいい。うわな、この革の感じな。掃除もしやすいだろうな。さーって拭いてすぐ終わりだもん。これ最高だよ。イオンモールこんなにお店があるのになんでこれ売ってないんだろう。これを売ってほしいのよ。これ気持ちいいんだよ。病院の待合室とかにもあるもんな。最高の椅子だよこれ。いやこれもしこれがな手に入ったら、家に帰ったら絶対ただいまとか言ってこう絶対こうやっちゃうだろうな。でこうやってここで携帯充電だな、こうやってな。絶対いいわ。いやー最高。この椅子がうちに来てくれたらいいんだけどな。でも俺は知ってる。実際これが家に来ちゃうとあれこんなに大きかったっけ、なんか圧迫感感じるな。こんなに大きかったっけ、なんだこれ。まあでも座り心地が良かったからな、うん、最高だからこれがな。あれこんなもんだっけ、もっと安心感と気持ちよさあったんだけどなってなっちゃうの。俺は知ってる。もともとイオンモールとかの広い場所で見たからそこまで大きく見えなかったのと、その安心感あったのも、もともと座る予定がなかったのに座れたこの安心感。もう家だったらもともとが最初から自分の部屋なんだから安心してるから、その安心した状態で座っても別にああこんなもんかってなっちゃうの。俺は知ってる。そしてよし模様替えするか。テレビはこっちかな、うん、でタンスはこっちにしてみようかな。まあこの椅子はここだろう。俺は知ってる。絶対これは動かしようないから、もうこれ基準で考えなくちゃいけないの。もうこれはここなの。これ以上やりようがないの。もう部屋の形がもうこういう風だから、もうこれはここなの。でもあれもしかしてあそこにも行けるかもなんてさ、こうやってどうだあそこそこ、あー違う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 、なっちゃうの。俺は知ってる。そしてただいまー、よいしょ、よし、いやー今日も疲れたな。もはや荷物置き。俺は知ってる。もはや荷物置きになっちゃうの知ってる。もともとこの長いのが良かったのに、荷物を置いてってどんどん荷物を置く場所になっちゃってる。俺は知ってる。そしてただいま、いやー今日も疲れたな。俺は知ってる。もはや肘掛けになっちゃってるの。俺は知ってる。そしてあ、いいよいいよ、狭いとこだけど上がって、あごめんねごめんね、はい、ここ座っていいよ、はい、うん、あそういい、あいいよね、まあ、俺も最初いいと思ってて、うん、あいやそんな欲しいんだったら全然持ってってもいいよ、うん、あそう、いやでも一回ね考えて、よく考えて部屋の寸法とか全部測って、あそんな欲しい即決で、いや何回か通ううちでもいいよ、あそんなに欲しい、あじゃあちょっと待ってってなっちゃうの。俺は知ってる。いざ手放そうとするとなんかあれやっぱり俺もったいないことしてんのかもな、もしかしたらすごいいいやつを今手放そうとしてないってなっちゃうの。俺は知ってる。椅子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 、購入前と購入後ではなんかイメージ違うよね。俺は知ってほしい。ネタはさっきのところで終わってて、今の歌はこのネタのエンディングテーマってことを知ってほしい。椅子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 、購入前と購入後ではなんかイメージ変わるよね。俺は知ってほしい。さっきのはなんかイメージ違うよね、で今のはなんかイメージ変わるよね。ここまで見てくれて本当にありがとう、次のターンで間違いなく終わりたいと思います。俺は知ってほしい。次のターンのありがとうございましたで絶対に終わるから、どうにもこうにも盛り上がってほしいっていう気持ち、俺は知ってほしい。皆さんありがとう、来てくれて、いろんな理由で来れない人も本当にどうもありがとう。
はい、というわけで、俺は知ってる見ていただきました。このネタは2022年の単独ライブ、スペースという、単独ライブでの一番最後の、ネタ、で、やったネタです。で、その時単独ライブの構成で中盤にあった歌ってすげーっていうネタとちょっとリンクしてる、ネタになってて、ちょっと待って、じゃあ、いやさっき聞いたって、いやじゃあさ、じゃあ音楽聞いてて歌を聞いてて1番のサビがあって2番のサビ聞いた時、いやさっき聞いたわって言う言わないじゃん。ずるくない？そしたらなんで喋りん時だけさっきも聞いたわって言われなきゃいけないのよ。だってで今回はシングルカットなので、そのリンクしてる部分はちょっと外し、シングルカットして、中盤のやつがなくても、うまくこう通じるようにという、シングルカットとなりました。これはね、なんかなんでしょうね、もう全然後半とか違うネタになっちゃってると思います。単独で初披露した時から、はい、最後ああいう風に歌で終わるっていうのもないですし、中身もだいぶこうすごくシンプルになってるはずですね、はい。うん、結構いろんなこと言ってましたからね、あの初披露の時は、うん、あの要は店とかにあるソファーが、心地よくて家に来ちゃうとなんか違うみたいな、そういうのの例えで、ゲームもロールプレイングとかやってて強い敵倒して、あら改心したわ、仲間になって、あれ仲間になったらなんかちょっと弱くないみたいな、敵を倒す時はこんな、ボスの時は強かったのに、なんか急に身内になったら、あれこんなもんだっけってなっちゃって、それを見て、あれなんかこれの感じと似てるなって思っちゃう。俺は知ってる。敵のボスを倒して、そのボスがなんか心を改心して仲間になると、仲間になったらちょっと弱くなるみたいな、あれあんだけ倒すのに苦労したのに仲間になったらこんなちょっと弱くなってないみたいな、なんかああいうのも、そういうのも入れたような気がしました当時は。はい、でもシンプルに、この椅子が家に来ちゃうと、まあ、こういう風になっちゃうのを俺は知ってるっていうのだけでシンプルにこう、言ったという感じですね。はい、でそのテーマね、テーマ曲も入れたりしてという風に、してみました。はい、これはでもそれぐらいかな。うん、なんかルミネの通常のコント公演とかでやってみても、すごくなんかわーって最後盛り上がってくれたし、あすごいいいなと思って、改めて今回この形にして、届けられればなと思って、披露しました。はい、大丈夫かな。いつもなんかあれ言ってないかな、これ言ってないかなってなっちゃうんですよ。で大概こういうの止めた後に、あれがとかあるんですよ。大丈夫なはず、大丈夫、振り絞ったはず。はい、というわけで、俺は知ってるでした。伝われー。